1848年、政府が選挙法改正を求める動きを弾圧すると、パリ市民は再び蜂起し、国王を退位させ、共和派の臨時政府が樹立されました。フランスでのこうした動きはヨーロッパ各地にも広まり、やがてイタリアではマッツィーニらがローマ共和国を建設し、またベルリンでの蜂起はプロイセン王に憲法制定を約束させました。1848年12月の大統領選挙で当選したルイ・ナポレオンは、やがてクーデターを起こして独裁権を握り、続く国民投票で皇帝となりました。ルイ・ナポレオンは国内での支持を得るため、積極的な対外政策を展開しましたが、1870年、普仏戦争で大敗し捕虜になると、その帝政は崩壊してしまいました。